どうも、ハルスミハドです。どうも、ハルスミハドです。ひろまるです。こんにちは。どうも、ハシケンです。スンです。ダイリーでーす。ホビータス。どうも、ワガでーす。オッティでーす。やっぱ年齢差感じた、今。若い力ですね。まあリモートももう最終局面に差し掛かったということで、もう最後ね、もうリモートを使い倒してきた我々だからこそできる企画、その名も 4P! 今やばい音聞こえた。どういうゲームかと言いますとですね、4対4で戦う、まあ、新感覚マリオパーティーでございます。8P ですね。これ8P今ズームの画面がね4-4で並んでると思うんですけれどもですね、そのね、ズームの画面を使ってですね、4人で1つの答えを作ってもらいます。チーム分けとしてはもう先輩 VS 後輩、花伝ハシピロ VS、ノエワガスンオテのね、まあ4対4ということで、はい、負けた方は1週間下克上生活。やばすぎ。もう下克上生活、具体性が後輩勝ったら僕たちに対してタメ口を使っても構いません。むしろ使わないとダメ。なるほど。ナルコちゃんが勝ったらどうなるんですか。ほんまそう。俺たちが勝ったら1週間古語生活で、あの古語の古語の尊敬語謙譲語使われてやばろし、めっちゃ嫌や。早速やっていきたいと思います。というわけで、メケとパセボーウィズハノーパーティー1。では早速やってまいりましょう。問1、4人で1つの漢字を完成せよ。宅配便の受け取りなど意思確認の際に使用する印鑑のことを丸印という。丸に入る漢字は何でしょう。待って、普通に分からん。待って、これ4人で完成させるのむずない。上下左右のね、4部分に分かれてるんで、一部だけ出して合わせてください。回答の領域が被っていたりしたら減点の対象になりますので気をつけてください。書きすぎたら同じ部分2個なっちゃうよってことですよね。あ、それはだからダメってことよね。理解。ってことはチームプレイ大事ってことだね。これ持ってる感じは、俺の持ってる感じ、俺のチームは俺とハシケンがまだ分けやすくて、カナオとピロマルがどこで分けるかみたいになりそう。俺の答えやと。まあ一旦まあ下級生チームはもう好きなように書こうぜ。好きなように書こうぜ。俺たちは意思疎通できるから。もう語らずして分かるもんね。花尾さん分かりました。いや俺でも結構2通りぐらいある。俺でも漢字1文字やったらこれしか思いつかない。分かった。じゃあ俺ピロマル5個書くわ。俺左上書くから、お前左下書いて。いや、そりゃそう。嘘。少ない普通に。ちょっと大丈夫かな。じゃあ先に年上チームから。はい、せーの、ドン。お、なんだそれ。なんだそれ。何それ。花田さん、なんだそれ。ちょ、それがボケた人、ボケた人。いや、はそれが含まれる感情を知らない。待て、ほんまに待て。その顔はマジボケたのと。ほんまに違うから、マジで違うから。刻印。しかも刻印やとしてもおかしくない。刻印の、まあ僕らが答え出すんで。あ、オッケー。じゃあ、はい、あ、押してくれよ。ごめんなさい、はい、じゃあ年下チームいきましょうか。正解をどうぞ。せーの。やば。ん？あ？何それ。実印って書こうとしたんちゃう、お前。いや、分かった。俺その選択肢あった。あ、でもこれ読めるくない？正直。いや、読める。確かに。俺らの方も読めるで。俺らの方も読める。読めるで。読めますよね。はい、正解。両者不正解です。いや、そうっすよ。いい声読めますよ。両者不正解。不正解です。2問目はこちらです。はい。あー、そういうこと。これ難しいな。なるほどね。わかんない。左から行こう。世界地図ね。世界地図的にピロマルンじゃ、
カタカナじゃない方いっとく。もう答え、もう答え。俺じゃあちょっと、ちょっと長いやつ、ちょっと待って、ちょっと何伝え、これちょっと何伝え、ちょっと長いやつ、ちょっと長いやつ、ちょっと長いやつ。じゃあ俺、あれ行くわ。コンソメ、コンソメパンチみたいなやつ行こうかな。ちょっと待って、それを俺らが読み取らなあかんねん。どれどれ、コンソメパンチみたいなやつ。まあじゃあじゃあ、俺らは世界地図行くか。そう、地中海、地中海があって、世界地図のどこ。あれ待って、私って世界地図のどこ。よりも文字数少ない。それずるくない。それ言っていいか、ちょっと怪しいから実は。まあいいや、もうこれ運ゲーや、これ半分半分運ゲーや。では星下チーム正解をどうぞ。せーの、ドン。おー、うわー、すげー。あ、いた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 。すげー。マジで。じゃあ、はい、初めチーム正解をどうぞ。せーの、せーの、ドン。メソポタミア。お、すげー。お、お、お、いってる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 。素晴らしい。すげーすげーすげー。お、耐えたな。やっぱそれコンソメパンチですよね、さすがに。まあさすがにコンソメパンチだ、これは。さすがによっしゃ、正解。よーし、よかった。いやいやいや、まあまあまあ、これはね、これ合わせんとやばいよな。いやでもマジ中国文明とかマジで死後すぎて、てか初見やったな、もはや。俺も甲賀文明でしか知らんかった。エジプト文明、あああったなみたいな、かろうじてあったなって。やっぱ昔の人間なんすね、やっぱ。お前らは昔やから、俺らも東海に習ってるけど、この文明、なんとか文明とかのレベルで昔とか言わんとってほしいけど。あんまり言わないもん。ほんまそう。このレベルで昔とか言わんとってほしい。俺まだ生きてんねんけど、この現世に。次の問題はこちらです。漫画クレヨンしんちゃんに登場する主人公のしんのすけが発案した豚をモチーフにした半人型のキャラクターでございます。いやー、むずっ。ちょっと待てよ、これ僕、規制が厳しい系だしね。いや、俺、いや、いける気するな。いや、俺もわかるよ。これ簡単やろ、でもさすがに。いや、簡単じゃないって。これは簡単でしょ。俺、クレヨンしんちゃん見たことないんだよな。マジマジ。その人種いんの、その人種いんの。全然すぎるやろ、そんなん。いやいや、ベンガーさん結構それ言えないタイプの。いや、まあ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 。俺はもう自信しかないよ。お疲れ様です。ベンガー足引っ張んなよ、お前。いや、すごい、分からんかったら普遍的な豚かけは耐える可能性ある。では、年下チーム正解をどうぞ。せーの、うわ、え、うまっ。うまい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 、びっくりした。うわっ、おい、スーン、お前やってんな、お前。眉毛や、眉毛や。スーンやってんな、お前。あ、でもオッティとワガ、すげえ。これすごない。これオッティワガすげえ、いい感じになってる、鼻の部分。ちょっと待って、ない気がする。いやうちない。いや、これやったかもしれん。はい、では、途中チーム行きましょうか。正解をどうぞ。せーの、ポン。あれ、花尾さん、すごい。花尾さん、すごい。花尾さん、花尾さん、やばい。何なんそれ、マジで。お前ピカチュウみたいな話、お前。いや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 、お前やばいやばい。電気屋さん、やばいっす、それ。お前、マジだ。お前、今まで、お前、カーブ分だけって書いてるやろ、お前。ほんまに、ヒロミさんの問題読んで大っきい。マジか。ひどいぞ、これ。おい、これ神作画やんけ。花尾さんすごいっすね。神作画描いたのに、お前。うますぎ、うますぎ。というわけで、この勝負は年下チームの勝利でございます。急に勝利とかになってきたね。急に勝敗変わった。次の題に4人それぞれ違う回答になるように答えよう。はい、C4H8 の構造式を書け。は、知らねえ。おい、は、まこさん。いや、だから我が党のよりはもう普通に思いつくの書いて。そうそうそう、あの俺らが、俺らがやばい科学史書くから。構造式が何かも分かってない。構造式が何か分かってない。そんなことある。そんなことある。いやいやいや、いけるっしょ。え、構造式ってこういうやつよ。あのこういうやつよ、構造式。これ、こういうやつの C が4個で H が8個のやつを書きなさいっていう問題。どういうこと。おいおいおい、これ常識やん、これ。じゃあ俺、上脳地質でいこうかな、じゃあ俺。え、スタンバイ。ノリいけそう。ノリいけそう。え、ピロマルのやつってさ、分子内脱水できる。ピロマルのやつ、ピロマルのやつ。お前マウント取んな、お前。ピロマルのやつ分子内、結構高い知識でマウント取んな、お前。俺多分ね、あの光当てたらね、多分ね、
構造が壊れるやつ書いてある。いやいや、あの導線的か逆線的かだけ教えてほしいな。何言ってんねんお前ら。お前どういう顔がしんどるか。え、ちょっとお前ら今なんかあのいい感じに理系の悪いとこ出てるよな。今いい感じ悪いよ。行きましょう行きましょう。同じ理系ですらちょっと嫌悪感示してお前。いい感じに。はい、では次は年上チームから発表お願いします。正解をどうぞ。せーの、ダン。お、すげえ、あ、そんなんもあるんや。え、待って、え、直さないと多ないっすか。なんか多くない。あ、いや、めっちゃ多い。マジで、あ、二次月があるんこれ。 H が多くないっすか。あ、直さんこれダメです。あれかんじゃないっすか。うわ、ミスか。あ、これ H が。直さん、え、だって H8 じゃなくないっすか、それ。うわ、ほんまにミスった。家で足すいいですよ、これ。うわ、マジか。じゃあるかんじゃないんや、これ。うわ、もう問題きしろ、マジで。いや、ほんまに待って、俺。おいこれ常識やん、これ。おいこれ常識やん、これ。じゃあノイリンがどうなってるかや、ほんまに。いや、まあでも全然かけてなくても、まあしょうがない。あ、しゃあなしゃあなし、しょうがないな。はい、はい、では私たちの回答をどうぞ。せーの。あ、なんかあってそう。なんでや、お前らマジか。だってめっちゃいいのか。全員一緒の書いてるやん。いや、全員レベル高いやつ書いてる。一番やってんのオッティじゃん。オッティやな。え、マジか。お前がそっち書くんや。正解例はですね、正解例はこちらになります。はい。いや、なるほどね。感情にするんか、文法は。なんなら感情、6個あるんや。セリフズ感情にするんか、文芸は。買っとるやん。あ、6個あるわ、6個。買ってねえよ。教えチームが 0.75、 教え下が 0.5 にしましょう。 OK、 よし、 0.25 差。今 1.75 対 2.5 ですね。 1.75 対 2.5? 0.75 差差ありますね。結構ある、結構あるな。では、最後の問題に参ります。次の文章に最もよく当てはまるであろう四字熟語を答えなさい。人生は○○○○の連続だ。何？はぁ？左上の人が1文字目、右上が2文字目、左下が3文字目、ね、右下が4文字目でもいい。俺これ合うと思うで、俺。だって俺の人生と言っても過言ではない、この上。お前の人生ってことね。お前の人生と言っても過言ではない。え、でもそれ、これかなっていうのは1個ある。いや、俺も1個ある。これかなってやつは多分ノエリーの感じが一番難しい。え？よねえ？でも他の3人は、そう、ノイリン何番目？2番目？ノイリンが私1番目。まあ、実験みたいな感じ。理系の実験。よくそうなるよね。でもそういうのも大事だよねみたいなやつ。ああ、はい、分かった。ニュアンス。ヘビみたいな感じ。あ、そうヘビみたいな感じ。あの、いろいろあるよねみたいな。え、ノイリン1番目でしょ。分かった。あの、あやかみたいな感じ。あやかみたいな感じ。いや、でも、いや、それはでも小袋みたいな感じ。薄いん。え、一番目小袋みたいな感じ。さっきのな、さっきの最後の字が分からんな。あ、オッケー、もういいわ、これで。はい、では募集したチームから回答いきましょう。回答どうぞ。せーの。お、なにそれ。すげえ。違うかな。よっしゃ、すごい。ノイリンすげえ。ノイリンすげえ。でも、マコに捧げ、でもあそこ合うのは前提やから。いや、これも勝ったし、これ嬉しい。落としたら嬉しい。レベルに嬉しい。これだって合わないよ、普通。これもういいっしょ。満足でしょ、これ。はい、年上チーム回答お願いします。せーの。なるほどね。1個サクコってなんだお前。おっと、しかもサクの字が多分違う。こちらです。そうなんや。おら見ろお前。おら見ろお前。それは違うでしょ。想定会は俺がまこ言うっすよ。いや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 
俺が唯一ダコに刺さってたんじゃん、お前。ほてことは俺らの話やな、これさすがに。言えないか、マジか。マジか。マジか。意味わかんない陽キャみたいなこと言わないでくださいよ、そんな。若い頃はこの深みがわからんねやな。王道ルートしか聞いてない。いやいやいや、言う直接完璧じゃないですか、これ。はい。この問題の勝者は年下チームでーす。そりゃそう、そりゃそう、そりゃそうでしょうね。はい、はい、年下チームの勝利。やべえ、やっと。ということで後輩は今から1週間俺たちにタメ語使えよ、絶対。これ分かったよ。オッケーオッケー、分かった分かった、オッケーオッケー、いいよいいよ、いいよ、全然全然いいよ、オッケーオッケー、いいよ、これでもあれやな、いいよ、え、はい、いいよ、お前ら一人お前らその調子でやっとったら1週間が戻すの大変やぞ、お前ら